この時間はクリック365マーケット情報のコーナーです。今週のゲストは東京金融取引所リテール事業部の三日川幸祥さんです。三日川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はクリック株365についてお話をいただくということなんですが、まずそもそもクリック株365とは何かと、そこから説明をお願いします。はい、はい、そうですね、クリック株365とはについて、まずご説明させていただきます。はい、クリック株365とはですね、こちら弊社東京金融取引所に上場します株価指数証拠金取引の愛称になります。はい、でこのクリック株365でどういったお取引ができるのかというところなんですけれども、皆様ご存知の日経平均、日経225ですね、ほぼ24時間買いからも売りからもお取引できたり、またアメリカのニューヨークダウ、ドイツのダックス、イギリスの FTSE100 といったですね、株価指数をお取引することがクリック株365ではできます。で本日はですね、この中で日経225について、詳しくご説明の方をさせていただきます。はい、で日経225の商品仕様なんですけれども、まず取引単位は1枚になります。で1枚は、日経平均 ×100 円になります。こちらちょっと古いんですが、3月11日の生産価格ですと、1枚の取引金額は191万円ほどになります。はい、で普通の株式ですと、この191万円をお取引入れないと取引をすることができないんですけれども、クリック株365ではレバレッジを効かせたお取引をすることができますので、最低5万2800円を入れていただければこの金額分のお取引をすることができるという、非常に資金効率の良いお取引をすることができます。はい、で取引時間の方はですね、朝の8時半から翌朝の6時、米国がサマータイムの時は翌朝5時までとなります。あと祝日もお取引が可能です。はい、で休業日は土曜日、日曜日、1月1日になります。で配当相当額はですね、買い手が受け取って売り手が支払うと、2019年では4万3000円程度出ておりました。で金利はですね、買い手が支払って売り手が受け取るんですけれども、現在に無担保コール翌日もの金利というのを適用してまして、マイナス金利のため0円となっております。はい、でクリック株365のプライスで、取引の成立方法なんですけど、完全マーケットメイク方式となっておりまして、複数の金融機関から価格の提示を受けまして、その中から投資家の皆様に最も有利な価格を提供する仕組みとなっております。はい、では次に、どうすれば利益が出て、でどうすると損失が出るのかと、そこの説明をお願いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。こちらですね、買いから取引した場合のケースなんですけれども、まあ、例えば日経225が2万円の時1枚買ったとしますと、はい、取引は2万円 ×100 で200万円の取引になります。はい、で100円上昇しますと買っておりますので、×100 倍で1万円の利益、うん、で下落しますと、買っておりますので、損失になりまして1万円の損失というふうになります。ですので1枚買ったとき日経金が100円動くと1万円損益が変わるというふうに、覚えていただければと思います。はい、でクリック株365はですね、買いだけではなくて売りからもお取引をすることができます。例えば2枚のとき1枚売りますと、下落すると売っておりますので利益になりまして100円で1万円の利益、逆に100円上昇すると1万円の損失というふうになりますので、上昇局面だけでなくてですね、下落局面でも売りを活用することによって利益を得ることができます。うん、はい、売り買いに伴う差益あるいは差損についてお話をしていただきましたが、はい、ここで、クリック株365に関して重要なお知らせがあるということですね。はい、はい、クリック株365の方はですね、2020年10月をめどに最長1年程度を決済期限とする新しいクリック株365を上場する予定です。でこれに伴いまして現在のクリック株365は2021年3月をめどに、上場廃止となる予定です。ですのでこれまでに決済していただければと、現在持っていらっしゃるポジションとかですね、はい、で新しい商品につきましては2020年10月に上場しまして、こちらも期限があるもので、2020年1年12月に決済期限を迎えるものになります。でその翌年も、毎年9月に新しいものが上場して、翌年の12月に決済期限を迎えるという、決済が期限があるもの商品になりますので、その点だけご注意ください。はい、
次にクリック株365の、メリット特徴ですね、それについて改めて、もう少しお話をいただければと思います。はい、クリック株365のですねメリットとなる、ほぼ24時間取引できるというところと祝日も取引できるという2点ちょっとご説明させていただきますが、はい、まず取引時間ですね、こちら日経225とニューヨークダウンにつきましては朝の8時半から翌朝の6時までお取引をすることができます。今は米国がサマータイムなので翌朝の5時までとなっておりますが、つまりですねニューヨークの市場のクローズ時間まで取引をすることができるというところがポイントになってきます。はい、で実際にですねこちら今週の3月9日から3月11日の、日経225証拠金取引の値動きなんですけれども、この青いところがですね、現物株式市場が動いている時間帯になります。9時から15時のところですね。でそこから15時から翌朝の9時まで株式市場は休場になっているんですけれども、ここもですねクリック株365の日経225でしたら売買をすることができます。で特に今週はですね夜間でもマーケットの方大きく動いておりまして、15時の段階で 19,594 というのが、下のところで 18,571 というところで1000ポイント近くも下に動いていたと。で10日の夜のところで見ましても高いところ 22,15、安いところ 19,160 ですので、やはりここも1000ポイント近く動いているというところがございますので、こういった夜間のところもですねクリック株365でしたら買いだけでなくて売りからもお取引をすることができますので、そういったマーケットの動きを見ながら例えば現物株式持ってらっしゃる方とかはですねクリック株365で売りをすることによって、ヘッジをすることも可能になると思いますし、また短期トレードの方はこういった値動き大きいところを狙って、夜間も取引をするということが、できます。はい、夜間の時間帯の乱高下にも対応可能ということなんですが、はい、それからもう一つ休日、祝日にも、取引ができるということですね。そうですね、はい、クリック株365はですね祝日もお取引をすることができます。はい、ですからゴールデンウィークのようなですね長い、取引の時なんかには結構効果が出る、有効なのではないかなと思うんですけれども、例えば今年2020年のゴールデンウィークの取引カレンダーを見ていきますと4月29日祝日ですので現物株式市場がお休みと、で5月の4日から6日のところも祝日になりますのでこちら株式の方はお取引できないということになりますが、クリック株365の方はですねこちらも日経225の方取引することができます。はい、ですので、そういったところでもですね先ほど言ったようなヘッジとかそういうふうにクリック株365を使うということも、有効な手立てとなってくるのではないかと思われます。はい、実際にですねこちら先月の祝日2月24日の祝日の時の、日経225証拠金取引の値動きになるんですけれども、2月21日金曜日の15時に 23,321 で終わっておりまして、で次ですね株式市場動いたの9時です、25日の9時になりますけれども、そこでは 22,527 と800円ぐらい、乖離があるんですね。でその間も、日経225の方はやっぱ動いておりまして、こういったですね、下落しているチャートになっておりますけれども、こういったところを見ながら、先ほど言った売りヘッジとかですね、値動きを狙った取引というのに使うことができます。はい、来週金曜日も春分の日でお休みなので、その時にも取引ができますよということですね。そうですね。はい、次に実際じゃあ個人の方が取引する場合にどういうツールでやるのかということなんですが、はいはい、口座取引するためには証券会社に口座を作っていただく必要があるんですけれども、はい、こちらはですねスマートフォンアプリで取引所365というのがございます。はい、こちらはですね特段口座開設とかは必要なく、立ち上げていただければログインとか必要なくもプライスが見れますので、はい、最短15秒ディレイのクリック株365の日経225の価格見れますので、ぜひ夜間の時間祝日などですね、プライス見るのに役立てていただければと思います。はい、でクリック株365のですね、取引されている方っていうのは現在非常に増えてきておりまして、赤いところが口座数で青い棒グラフのところが証拠金残高になりますが、右肩上がりに伸びてきております。はい、で直近ですね特に感じるのが祝日前年末年始とかですね2月の祝日前そういった時に、口座が
すごい大きく増える傾向がありますので、やはり祝日前に、ヘッジの意味とかでクリック株三六のでヘッジとかの準備をされる方が非常に増えてきているんだなというのは思います、うん、はい。でまた取引を見ましても、月間取引数量2010年上場以来で見ましても、2月がですね182万枚というところで過去最高を記録してきております。はい、次に実際の取引の流れですね、どういうふうになっているかということですか。はい、こちらクリック株三六を取引するには、クリック株三六の取扱会社でお口座を作っていただく必要がございます、うん、はい、でそちらでお口座を作っていただいた後、そちらに入金いただきまして、その後投資家の皆様、取扱会社さんを通じて、クリック株三六を取引していただくという流れになります、うん、はい。で実際にそのクリック株36を取り扱っている会社の一覧ですね、こちらは、はいはい、こちらがですね、クリック株36を取り扱っていただいている、取り扱っている会社さんの一覧になります。ネット証券さんもいますし、自分で考えて取引されたいよという方はネット証券さんのところもございますし、あとは営業の方に相談してお取引をされたいということは方はですね、対面の取引参加者さんとかもいますので、それぞれの用途に合わせて使い分けていただければと思います。はい、わかりました。三河さん、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。